皆さんこんにちは、伊藤正史です。いつも生き生き伊藤正史のパワーステーション始まります。どうぞよろしくお願いします。さあ、10月第2週目、今回は前回に引き続きこちら、膝を中心に、ご紹介させていただきます。2回のうちの今回が2回目になります。今日また先週に引き続きスタジオと違って、私の運営する NPO 法人の四日市ウェルネスクラブ、クラブルームからお送りいたします。膝がテーマですので、ちょっとスタジオの中でね、ご紹介するの難しいなということで、ちょっと画像が荒いんですけれども、どうかご了承ください。そしてもう一つ、最後には、うちの NPO 活動のご紹介をさせていただこうかなと考えております。さあ、ちょっとこんな、下の方というかね、座った状態の中で膝をテーマにお話ししたいと思います。毎回、肩、腰、膝と関節の話をしていく中で、前回もお伝えしました、できる範囲でできるだけ体を動かすといいですよ ね。例えばもう肘が痛いから、肩が痛いから、ね、動かさないんじゃなく、動かせる範囲で動かしていただくことがいいですよね、お伝えさせていただきました。さあ、じゃあ座って、膝のためにですね、膝の予防、もしくは膝が痛い方、どんなことしようかなと、いう時には、膝ね、まあ いろいろ股関節とか全部ひっくるめてですけどね、座ってですといろんな、まあ、ストレッチありますけど、よくあるのがこう膝を折りたたんで、ここで見えるかな、こんな感じで、はい、折りたたんで 寝ていくと。しかし全部寝るっていうのは意外とやっぱ大変なんですよね。じゃあどうするか、体が硬いからもうしないのか、違いますよね、曲げていただいて、まあ、できる範囲、こう手で支えてね、できる範囲で、こう曲げといていただくといいかなというふうに思います。さあ、で、そういった形で体を使うんですけれども、その他には例えばこう膝立てといてですね、片方横にしといて、で本当はこうね、回してこれるといいんですよ。回してきて抱えるっていうのがね、またこの辺りとかいろんなところを伸ばすんですけど、まずはもう抱えてこうやって普通に手前にこうやって引っ張っていただくね。これでもうなんか10秒ぐらいふーって呼吸しながらね、曲げていただくのがいいかと思います。で、柔らかければね、ちょっとこっちへ回してって抱え込んでくるとやっていただくといいかな。あとは膝の裏合わせたりして、これもね、まあ、股関節も入るんですけど、膝周りもこの辺伸びますのでね、こう程よく上下に動かすと、もうね、毎日のようにやっていただくと本当にどんどん膝周りも柔らかくなりますのでね、膝が痛い方、予防になるんじゃないかなと思います。で、痛くない方予防になるし、痛い方も緩和されるんじゃないかなと思います。で、今日ここでですね、するのは、PNF、ちょっと筋肉に力を入れて、動きを良くする、痛みを改善するのをやってみたいなと思います。さあ、今日じゃあスタッフの早川さん、はい、よろしくお願いします。そのままさささっと寝ていただきましょうか。はい、はい、ね、まあ、あくまで医療行為ではありません。自分たちでね、膝の調子を良くするぞと、例えば、はい、膝、どっち行こうかな、右行こうか、右をじゃあ上げていただいて曲げてください。自分でね、はい、伸ばして、はい、曲げて伸ばしてね、大体どんな足の曲がり具合か感覚ね、分かっておいてください、早川さん、はい、そしたら、ね、自分なりにちょっと曲げてみて、動きをねちょっと良くしてあげようかなと、ね、いう時にはちょっとこうやって足首持ってあげて、はい、じゃあちょっと曲げてってください。ギュ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 、ちょっと止めときます。ちょっとずつブレーキ、はい、曲げて、よいしょ、よいしょ。ね、はい、じゃあ曲げてきて、これ僕はちょっとこう力を入れて止めてるんです。ちょっとずつ緩めて、よいしょ。ね、はい、3回目、よいしょ、ググググググ、ちょっと止めといて、よいしょ、はい。最後は向こうへね、もう帰って、滑
生してあげるんですね。はい、4回目ギューッと曲げてきて、頑張って、よいしょ、向こうへ。はい、ラスト、はい、ぐぐぐ曲げてきて、よいしょ。はい、じゃあちょっと曲げてみてください。どうですか、曲がりやすくなりましたか？そうですね、ね、スムーズにいきますね。もしね、一般の方がいきなりするとわっていうぐらいに声が出るような感じで、全く違う、もうやってみるとですね、する前とやった後と感覚全く違いますから、ぜひ皆さんも一度やってみてください。はい、でね、一般の方同士でね、こうやってやれますよ。まあ、コツがあります。最初にね、さっきもやりましたけど、まず曲げてみてって言うんですね。はい、ちょっと曲げてみてください。曲げた、はい、はい、ありがとうございます。で、こうやってね、寝てる方にまずそのどれくらい曲がるのと感覚を分かってもらうっていうことですね。で、じゃあちょっと膝の上を置いて、足首ぐらい持っといてあげます。じゃあ引っ張っていきましょう。はい、どうぞ。最初はね、1回2回はもうちょっとだけにしてあげてね、軽くいけるように。はい、どうぞ。2回グググググ、よいしょ。で、向こうまで行ってあげる。で、慣れたら2回ぐらいちょっとやったらね、ちょっと強めにしてあげるんです。はい、ですね、3回目グググググ、ちょっと押さえておいて、よいしょーっね。で、4回目グググググ、ちょっと止めといて、よいしょーっとね。今こう止めといてですね、ギリギリギリってしといて、ちょっと意地悪してあげるというか、ちょっと多めに止めといて、頑張ってるぞっていうところでまたシューッと手伝って、向こうへ曲げさせてあげるっていう感じになります。さあ、5回目ね、はい、頑張っていきましょう。せーの、ふい、グググググ、ちょっと止めてって、よし、頑張って、よいしょーっと、で、最後グーッと押してあげて、向こうへ加勢してあげます。はい、じゃあ曲げてみてください。はい、どうでしょうね、軽くなりましたね。はい、もう僕らはいつも分かってるので、わーっと早川さんは言ってくれませんけれども、はい、いう感じになります。じゃあ、ひっくり返ってそのまま仰向けになってもらおうかな。まあ、そうだね、こっちか、まあ、これちょっと押してきてって言うと、蹴ってきて、ぎゅーって、まあ、これもできるけど、簡単にできるのはこっちに行くか。座ってください。はい、座ってください。はい、はい、向いて座ってください。はい、さあ、さあ、さあ、まあ、ちょっともう少し、そうだね、こんな感じで、少し画面を下げさせていただいて、下の方にね、注目して、早川さんの顔切れるかもしれませんが、はい、ね、そうすると、さっき膝は、まあ、寝てる時はですね、こうこっち曲げる方向で、もう一つ伸ばす方向も膝を使います。で、今度は伸ばす方向でいくと、はい、蹴ってきてください、どうぞ、よいしょ、グググググ、で、伸ばしきるみたいな。で、もう一回せーの、グググググググ、伸ばしきる。蹴ってきて、グググググ、伸ばしきる。で、蹴ってきて、グググググって、はい、もう一回、グー、はい、っていう感じで、ちょっと向こうに並んでください。はい、ありがとうございます。ね、膝の裏ぐらいちょっと持ってあげて、で、ここ、足首持って蹴っても来てもらう。これを押さえといて、最後、バシンと向こうまで行ってもらう。こんなようなことをしていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ、どうぞ、向こうへ。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな風にしてですね、膝をよいしょ、ね、ぐーっと蹴る方向と、もう一つは巻く方向と、負担をかけて曲げることで、効果が、得られると思います。はい、いかがでしょうか。一般の方々でですね、普段やっていただいても全然効果得られると思います。うちのウェルネスクラブの中でもみんな普通の人たちでね、2人ずつペアになってやったりしているんですが、同じようにわーってみんなでね、声歓声が上がるようなことになってますので、ぜひ体験してみてください。はい、さあ、早川さん、天の声でお願いします。紹介しなかったけど、はい、で、どうですか、これ膝やって、まあ、皆さんよく感じますよね、これでね。そうですね、ね、うん、あとは気になることある、痛いって言う人いますか、そのやってる時にできないわとかって、その膝がね、ちょっと気になる人たち、うん、痛みが出るわとか、歩きすぎると痛くなるわっていう方々、うんうん、ちょくちょく見えますけど、そのこれやって別にね、できないっていうこと今までいましたっけ、できない、そういう人でできなくなったって、う
ないですよ、ないんですよ皆さん。もうみんなそうやってね、あの痛くて接骨院通ってるわとか、あの膝が気になる方いらっしゃっても、まあこれをやってはできないわっていうことを今までないね。ないですね。ないです。15年目、四日市ウェルネスクラブ始まって15年目を迎えてますけれども、うん、そういったこともないですのでね。もちろんこれあのご本人の責任でやっていただくということになりますけれども、今までそういったイレギュラーはなかったですので、安心してなさってみてください。はい、さあ、まあ、あの先月から始まってですね、肩、腰、膝とやってまいりました。で、大きな関節、これで、まあ、どれも基本は同じような考え方なんですよね。で、またぜひ過去のもね、ご覧になったことない方は一度ご覧いただきまして、どういう感覚で僕らですね、予防医療、元気な体をずっと保つ活動してるか、ご確認いただけるかと思います。さあ、もう一つですね、最後、今四日市ウェルネスクラブのご紹介させていただいています。今日はですね、モノマネできないや、ヨガをご紹介します。講座の風景だけですけれども、一度どんな感じかご覧になってください。どうぞ、今日もありがとうございました。ヨガの時間となりました。そーっと入ります。右と左のバランスを整えるという意味もあります。そして親指をご自分自身に向けて、今のご自身はどんな状態でしょうか。いい状態であっても悪い状態であっても、そのまんまを受け入れていきます。もし好きでない自分であっても、そのまままずは受け入れ、良いか悪いかの判断をせず、ジャッジせず、そのまま素直に受け入れてあげてください。ご自分を否定してしまうと、そこからね、体にちょっと毒素ができてきます。ですので、否定的な考えではなくて、ありのまま受け入れてあげてください。はい、じゃあここからチームドラに変えましょう。輪っかを作ってたのに、なので肘は伸ばしても、曲げてもどっちでもいいです。座骨二点から背骨がスーッと上に引き上がって、肩の力は吐く息でぐーっと抜けていきます。さあ、この時間は呼吸にだけ意識向けていく時間です。毎日忙しくてね、家族のことを